日本広告写真家協会公益社団法人日本広告写真家協会は日本のプロ写真家の組織で1958年に設立1989年に社団法人化2012年に公益社団法人化現在の会長は白鳥慎太郎会員数1005名略称はアパ日本写真著作権協会加盟パ プロフェッショナルフォトグラファーズオブアメリカ加盟。郵便番号一1 0 8 0 0七一東京都、港区白金台三の十五の一白金台シティハウス二階アパーアワード。実際の広告として、世の中に流通した作品を募集する。広告作品部門経済産業大臣賞。他写真家の新たな表現への挑戦を募集する。写真作品部門文部科学大臣賞。東京都知事賞。 金丸し賞。他アパーワードの受賞。入選作品はすべて年間日本の広告写真に掲載され、選抜された作品は東京都写真美術館で開催されるアパーワード展覧会に展示される。小中学校の図工、美術授業にカメラを取り入れた実践授業を行っている。全国学校図工、美術写真公募天文部科学大臣賞を。 全国造形教育連盟と開催している。他にも写真関連セミナーや、肖像権関連のシンポジウムや、広報誌、アパニュース春の発行などの業務を行っている。ありがとうございます。